こんにちは。トッケビワンです。ホツチは小坂、先端日を迎えます。日本から来た彼女と参考地を回ってみます。おはようございます。トッケビワン様。いらっしゃいませ。釜山は初めてですよね。はい、釜山は初めてです。しかし、日本語が下手ですね。はい、僕がすごく下手なです。ここに上がらないといけませんか？うん、ゴッド、道をちょっと上がればいいだよ。はい、わかりました。トッケビ王様。急いで登ろう。はい、わかりました。早くついていきます。ところが、竿前の足音が大きすぎるよ。はい、静かに歩いて上がります。釜山광역시釜산진구초읍동에있는대한불교천태종의제2사찰이야아そうですか。ありがとうございます。そして日本語が下手ですので韓国語でお願いします。わかったわかった。韓国語って話す。ここからは厳粛な雰囲気で歩かないと。そのように私が日本語を教えて差し上げましたのに、どうしてできないんですか？私が日本人じゃないじゃん。私は韓国人なんだ。今日のように日本語ってする教徒はお前のためにするのだ。はい、そうなんですね。ありがとうございます。早く私についてわっちへ行ってみよう。はい、わかりました。トッケビ王様。でも怖いです。手を握っていきましょう。なんか怖いだよ。早く僕についてきて。怒鳴りつけないでください。お化けの王様です。ごめん、ごめん。私が優しくしてあげる。はい、ありがとうございます。手をつないでいきましょう。私も君の手を握ってあげたいですけど、ダメなだからダメだよ。ここは人だから静かにしないと。はい、わかりました。キヨウさん、静かにお願いします。공부리공부리
僕がなんかいたから静かに歩きないといけないって言って。はい、わかりました。また静かに歩いていきます。お寺の中を見回してみて、どんな気分になった？今日ここを回ってみたらとても気分が良かったです。ありがとうございます。안녕.
じゃあ京都草の方々に挨拶しよう。はい、わかりました。とっけびお様。 구독자님 감사합니다. 안녕히 계세요.